じゃあ続いて、初めてのライブ参加です。いらっしゃいませ。他人と比べる癖が治りません。自分より優れている人や恵まれている人やママ友を見ると嫉妬してしまいます。その人が努力していることは分かっているつもりなのに、比べて落ち込んでばかりです。人は人、自分は自分と思えるようになりたいんですが、方法がありますでしょうか？自分に甘いから人と比べてしまうんでしょうか？違いますね。特にインスタを見るとダメージが大きいです。最近発信を始めたので、他の方の投稿を参考にしていますが、比べて落ち込むんで、自分はダメだ、自分は何もないネガティブ思考になりますってことなんですが、他人と比べる癖っていうのはですね、これ基本的にはセルフコンパッションというやり方を使って、直していく、ことが大事ですね。はい。他人と比べるのって不幸しかないんですよ。なんでかっていうと、他人と比べて相手の方が上だったらこうやって落ち込むでしょ。で、逆に、自分が頑張った席どうなるかっていうと、他人と比べて安心し始めるんですよ。そう。で、この安心が起きちゃうと成長がなくなるんで、大事なのは、自分の良いところも悪いところも自分の力で認められること。自分の価値を自分で決めれるようになるのが大事なんで、それをするための方がこちら、セルフコンパッションってことですね。自分への思いやりっていう意味なんですけど、ダメなところは認めていくと、あ、ここが足りないなと、嫉妬とかを感じた時も、セルフコンパッションができてると、自分に足りないものがあると分かってるから、あ、こういうのかっこいいやな、いや、自分こうなりたいなとか、こうじゃなるためにどうすればいいんだろうか、うん、こういうことやればいいんじゃないか、みたいな風に考えて、こう自分の弱いところもちゃんと向き合えるからこそ自分は改善できるんですよ。ところが、他人と比べて落ち込む人って、逆にね、怠けてるんですよ。落ち込むことによって、あるいは、自分を無駄に責めることによって行動をやめてるんですね。普通は嫉妬を感じたりとか、なんか相手の方が優れてなと思ったら努力するっていう行動を取るべきで、落ち込んだりとか自分を責めても一円も得にならないんですよ。でも、そういう努力をするのが嫌だから自分を責めることによって自分を落ち込ませて行動力を削って、それでやるべきことから、こう、なんだろう、目を背けてるんですね。だから大事なのは受け止めることなんで、自分がダメだってことを受け止めるんじゃなくて、いや、ダメなところもあるけど人間だからしょうがないよね。あの人の方が優れてるのはそれはしょうがないよと。でも、あの人と同じにはならなくても、自分ももうちょっとできることがあるかな。じゃあどっから手をつけようかっていうふうに、大事なのは、自分が何か行動を始めるきっかけになるかどうかってことは大事なんですよ。だからこれをするためには、今言ってセルフコンパッションって本が一番いいと思うんで、クリスティン・ネフさんのこの本ですね。今チャットに、打っといたんで、よかったら見てみてください。はい。めっちゃいいですよ、これ。そうそうそう。ダメな部分もあって当然なんですよ。あとちなみにインスタって当てにしなくていいですよ。あの、インスタですごい再生回ってる女の子とか、なんか20万人とか30万人ってイエーイみたいな感じの女子いますけども、実際にあると結構不細工率高いですから、性格はもっとやばいんですけれども、はっきり言います、フィルターの世界です、あれは。あれはね、空想の世界なんですよ。だって皆さん、世界のどっかにドラゴンがいるって本当に信じてます？そう。それと同じぐらいですよ。インスタに可愛い子いっぱいいるなぁは、いや、アイルランドには今でもドラゴンっていうのが住んでるらしいよってのを信じてると同じぐらい神話なので、はい。だからあれですよ。実際あれですよ。だから、本当に、なんだろう。インスタ女子みたいな、インスタですごいインフルエンサーですみたいな人を僕紹介されたことありますけど、なんかこう、オーガみたいな顔してるんですよ。そう、オーガとかオークかなみたいな。なんか、オークかなみたいな、ロードオブザリングの中では美形の方かなみたいな感じの、まあそういう人とか全然いるので、あれはね、偽りの世界なんですよ。だから、それと自分を比べちゃダメです。偽りと自分を比べるから辛くなるんですよ。このように存在しないものと自分を比べるから辛くなるだけなんですが、インスタは本当にメンタルに一番悪い、SNS なんで、インスタをそんなに使わなくてもいいと思います。あと、インスタはね、もし皆さん、明確な目的とか、ビジネス目的とかがあるんだったらやってもいいけど、あんまりやる意味僕はないと思います。あとはね、インスタで稼げると言いますけど、大して稼げませんので、あれは。うん。おすすめしませんね。はい。ちなみに僕はですね、インスタは、水着美女を見るためにしか使っておりませんので、あと猫と水着美女を見るためにしか使っておりません。はい。切り抜き、いかがだったでしょうか？この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらに、チャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。